はい、どうも、お久しぶりです。日にちで言うと2週間ぶりぐらいですかね。まあ、それくらいの更新なんですけど、まあ、動画を上げてみようかなと思ったんで、上げてみる感じですね、今。はい。というか、まあ、一昨日ぐらいにですね、まあ、動画を上げたんですけど、では、撮影したんですけど、まあ、アットローロというか、限定公開で、まあ、全体公開にするような感じじゃないクオリティの動画を撮ってしまったんで、まあ、そのまま限定公開というかもうほとんど、まあ、大衆にさらす前に、まあ、消滅させたって感じですかね。はい。まあ、そんな余談はともかく、まあ、お久しぶりです。はい。まあ、そうですね。今日は、まあ、ちょっと原付に久々に乗ってみたんですよ。まあ、はい。まあ、ジョグに乗ってるんですけど、それで、まあ、今年ので夏ちょっとぐらい前、夏かな？夏頃に、まあ乗り出そうとして、まあ動かしたんですよ。で、セルで、まあ一般的に今セルじゃないですか。で、セルで回してみたんですけど、全然回んなくて、キックで何回かやって、指導したんで、まあいいなと思って乗ってたんですけど、まあまず乗るじゃないですか。で、スロットル回すじゃないですか。スロットル回すと、メーターが、なんか、0から60になってみたり、60から0になってみたり、あれ、前に話したかな？それ。はい、なんか、長澤美沙子の方で喋った気がするんですけど、まあ、それはともかく、まあ、それで、オドメーターがちょっとおかしかったり、まあ、テンプメーターがおかしかったり、まあ、してたんですけど、まあ、それは関係なしに乗ってたんですけど、まあ、ほっとけばまた充電するかなと思って、まあ、アイドリングでほっといたんですけど、全然ダメで。で、今日、まあ、来週から使うことになるんで、原付を。それで、まあ、今日、バッテリー充電しようかなと思って、3ヶ月いかないの？あれ？ 3 ヶ月ぶりぐらいですね。3ヶ月ぶりぐらいにエンジン始動して、やったんですけど、ちょっと、ダメでしたね。それでまあ、買ったとこのバイク屋に持ってたんですけど、そしたら、もうバッテリーいっちゃってて、これは、なんか、イグニッションとか CDI で今エンジンかかってるよみたいな感じで言われたんですよ。それで、まあ家帰ってくるじゃないですか。まあ検討してやったんですけど、現ナンがなくて、もう8000円近くなっちゃうんですよ。まあ自分自身でも、まあバッテリーぐらいやったら交換できるんですけど、自分は。なんでまあ、そういったのもあったんで、8000円近くって言われて、まあホームセンターだと5000円近くでバッテリーが手に入るんですよ。それでまあ自分で交換できるんで、まあいいかなと思って一旦帰ってきて、まあ、それで、まあ、バッテリー外して、なんか、やったんですけど、本当にキックでエンジンかかりましたね。はい。バッテリーない状態で、普通にエンジンかかったんで、これ、そのままいけんじゃね？みたいな。はい。まあ、用途はまあ、不明ということにしといてください。はい。まあ、用途は言えないです。ちょっと。はい。いや、ほんと、今、ほんと不景気ですよね。はい。まあ、世知辛い世の中で。なんも楽しいことないですね。はい。本当楽しいことないですね、自分は。まあ、皆さん、どうですかね。まあ、個人的には本当つまんなくて、いつでも滅びてくれよ、みたいな、そんな、中二的な、違う思考になってますね。はい。まあ、自分こそ神だとか、そういったのはないんですけど、まあ、地球全部滅びちゃえ、みたいな、そんな、考え方になっております。はい。まあ、そうですね。まあ、言いたいことは、まあ、そんな、まあ、まとまんないというか、まあ、言いたいことは、特にないんで、まあ、今の、まあ、流れで、なんか言ってるみたいな。まあ、五択並べてるんだなぁと思ってもらえば、まあ、結構なんで、自分は。はい。まあ、何かを共感してもらうとか、何かを、同意を得たいとか、そういった、感じじゃないんで。はい。ま、喫煙のなんか動画をやるつもりもないですし、まあ、こうやってダラダラやってる感じですかね。はい。まあ、特に何の意味もない。何の意味もないって感じですかね。はい。あ、今のはちょっとした、まあ、個人的な、あれですね。はい。ちょっとアクションがあったんで。はい。いや、
皆さん、頑張ってください。はい。言っちゃおうかな。どうしようかな。本題言っちゃっていいのかな。本題言っていいのか分かんないですけど、まあ、自分、来週から働くことになりました。はい。まあ、前はガリバーで、あれやったんですけど、アルバイトで、まあ、契約社員みたいな感じでやってたんですけど、今回はちゃんと正社員で、まあ、正社員なんですけど、まあ、使用期間もちろんあって、社保完備で、そのまま、前よりも、ガリバーよりも、多分、いい待遇だと思いますね。はい。多分、今回は、正社員なんで、ボーナスがあると思うんですよ。年に2回ぐらいは。賞金も多分、あると思うんで、まあ、それにちょっと期待して、まあ、来週から仕事にするんで、そういった関係でバイク乗ろうと思ったんですよ。はい。まあ、本題は、それですね。まあ、言っていいのか分かんなかったんですけど、まあ、あんまり楽しくないなと思ったんで、はい。まあ、皆さんも、まあ、就活とか今頑張ってる方とかいると思うんですよ。リスナーさんとかで。まあ、そういった方は本当頑張ってください。まあ、自分も7ヶ月以上ブランクあったんで、ですけど、まあ、7ヶ月以上じゃないですか。3月ぐらいもやってるんで、まあ、そこからずっと遊んでたんですよ、今年。で、それでま、面接受けてみようかなと思って、受けたら受かっちゃって、とか、今回、あれですね、正社員で、ま、受けて、それで、まあ、履歴書作って、まあ、行くじゃないですか。それでまあ、面接会場というか会社に行って、それで、まあやってたんですけど、まあそのまま、やる気があれば、そのまま来てもらっていいよって感じで、自分からもう、あ、履歴書作ってきたんでって言って、受かってもらった感じなんで、まあ、履歴書なくても受かってたところ、どうですね。はい。ちょっと、びっくりですけど。まあそんな感じの流れがありましたね。まあ受かったのはまあ、おとといなんですけど、まあそんな感じで、まあ就活とかまあ頑張ってる方がいましたら、まあそれをそういうやつでも受かるんだよみたいな、まあそれを糧に頑張ってください。はい。まあ自分は高卒でまあ約もう3年間以上まともに仕事したいのかな。はい。まあぶっちゃけまあ言っちゃうとまあ分かってらっしゃる。あの、結構言うと思うんですけど。まあ、こう、ん?そうだね。3年ぐらい前から動画見てらっしゃる方、その長澤君さこというアイディアの時から見てらっしゃる方だったら知ってると思うんですけど、まあ、結構、職歴が変わってるんですよ。たびたび。まあ、受かって受かったみたいな、そんな感じの動画を上げたりとか結構やってたんで、まあ、知ってらっしゃる方が結構いると思うんですけど、まあ、今回は、まあ、正社員で、まあ、なおかつ、まあ、即歳だったんで、今回は、頑張りたいと思います。はい。まあ、なんで、皆さんも、頑張ってみてください。はい。じゃ、話したいことは、まあ、そんな感じなんで、はい。まあ、何かしらアクションあったら、また動画を上げようかなと思うんで、まあ、でも、この ID でずっとうらうらやってるのも、なんかあれなんで、まあ、あんまり良くないと思うんで、まあ、個人的にあんまり、まあ、動画を、見せたくないって人も結構、まあ、個人的にいるわけですよ。なんで、まあ、限定公開ってわけにもいかないんで、まあ、ID を変えてやろうかなと。まあ、それを見たいって方がいましたら、まあ、なんか、メッセージとかコメントになんか言ってくれれば、まあ、ID とか、その、自分のチャンネルを教えたいと思うんで、新しく作った場合は。まあ、それの時は、そこら辺よろしくお願いします。では、お願いしますですね。お願いしますじゃなくて、お願いします。はい。まあこんな感じなんで、そうですね、話す話題もなくなってきたんで、今回、これにて失礼させていただこうと思うんで、ご視聴ありがとうございました。次回は、そうですね、また何かしらあればやりたいと思うんで、よろしくお願いします。では、さよなら。はい、なんか長々とぐらぐら、すいません。はい。